我做节目组又来到广州。大家还记得广州的藤田先生吗？なんか人と一緒のことすると自分にその腹が立ってくるんですよ。腹が立ってくる。そう、例えばエレベーターとかでこう待ってる時に、ああもうエレベーターそんなに乗りたいの？俺階段で行くからとか。他叫藤田圭亮，是我住第294、295集的主人公。他既是面包师。なんだ、食べたかった。それぐらい美味しかった。又是拉面师。目さえね、正面に入れ。オス。オス。よっしゃ。还是空手道黑带。这位传奇人物又在卧虎藏龙的广州给节目组介绍了一位主人公。はじめまして。日本です。あ、平村さん、今村さんって言って、はい、僕が6年前に広州に来た時に初めて友達になった人です。あのすごく変わってるんですよ。すごく変わってる、まあ、服屋のアパレルの、まあ、会社なんですけど。广州细节最大的布料市场，所以对服装的公司很好。よく言うんですよね、僕は普通ですとか言って。なんかね、全然ね、普通じゃないから。この人が日本にね、荷物を送ったんですよ。で、天候が大荒れで、空港がで、積み荷がね、海に浮いてたんですね。ダンボールがプカ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 で、その写真見て、藤田さんこれ見てくださいよっつって、海にダンボールがいっぱい浮いてるんですよ。これ、私の荷物ですよ。何百万かこれ海に浮いちゃっててねって言って、もうなんか楽しそうに言ってるんですよ。しょうがないじゃん、そね、中国にいらっしゃるとなんかもう前に進まないと思う。他叫金村慎吾，就是本期的主人公。藤田先生口中不普通的他，究竟在广州从事着什么样的工作呢？现在是一个交通发达、人口流动激烈的时代，一个人为什么要生活在那块土地，一定有着很深层的感觉。广州这边夏天的天气就是这个样子，下雨特别特别厉害。今天也在下雨了。ということで、まあ早く中に入ろう。接地气ですね。接地气。そっか、服装有关系的公司。海珠宝国际物流公司吗？啊，不是物流公司。跟你是服装公司？啊，是服装公司。こんにちは。こんにちは。あ、今村です。あ、はじめまして、加藤と言います。失礼いたします。もう普通すぎるんで。ちょっとまずオフィス見ても大丈夫ですか？これだけですね。じゃあすごいキラキラしてる。え、これは？全部日本向けの。これは何用の服ですか、主に？まあパーティーのドレスとか、夜のお仕事の。夜食の？はい、そうです。なるほど。だから。ヒールとか高い。キラキラ好きなんで、なんか他に見せてもいいですか？こんにちは。これも夜用。これ夜用。そうです、これも夜用です、ね。夜用。あ、これそれっぽい。でも。これ可愛い。可愛いですね。可愛い。可愛いです。可愛い。可愛い。めちゃめちゃ可愛い。これもなんかあんまり、うん、我觉得没有。そう、夜っぽい。うん、でもやっぱりそういう系が今人気ってことですね。そうですね、だんだんちょっと普段着でも着れそうなものになっちゃ、なってきてるんですよ。でもやっぱりこの男心なのかな、この真ん中のところは抜いてる。え、それはあのお客さんのなんかもうちょっとここを何センチにしてとかやっぱ指示ありましたね。指示あります。やっぱりその見えそうで見えないっていう、多分这种全都看出来了，也不算是很性感的，想看但是看不见，这个程度是可能是很微妙的这些。夜食の方がね、アイドルみたいになってるというか、一つのあファッションアイコンになってるなって。いや、私ね、進撃のノアさんが好きなんです。進撃のノアって超少女じゃ、超少女だ。そう、夜食のキャバ嬢の方、もう特別特別ペイプか。そう、むちゃ尊敬してる。嗯，不仅仅是
外貌，需要文化。哦。因为配男生聊聊天的时候，没有文化的话就聊不起来。哦。聪明的女性才做到这个程度。哦。所以呢，我看看，我特别佩服这些职业的女性。哦。全然いい、いい。試着しに来る人はいますか？いないです。いないけど、試着いいですよ。我知道大家的要求。私思うけど、その夜の仕事の人っていうのは、我觉得他们卖的是个梦想，日常这种感觉。所以平时装可能是流行吧，但是我还是有一点点的非日常的这种感觉，也是另一种的要求吧。对对对，と思いますよ。终于来到了大家期待已久的环节，最终才子选择试穿的是。我，对对。可以可以进来哦，すごいすごい OK すごい可愛いですよね可愛い似合う今村さん試着しましたあじゃあちょうどよかったですねでも伸びないからきついプロの目ですねプロから見るともうちょっと多分本当は余裕があなるほどそうですね売れてますよ夏売れたやつラブリーちゃんどういうこと知ってます今村さん知らないですチキチキラブリーちゃんっていうやつがあるんですけど知らないですかあ、就是现在日本很流行是的是的是的有一个キャバ嬢のお姉ちゃん今日は不当客が来るのでこのドレスを使ってこのドレスはたくさんの装飾がポイントでチキチキラブリーちゃん香水もエフサンルーラン面白いちょっと知らなかったですね超愛超愛超喜欢みたいなそういうのピンクのドレスとは言わないですね。ピン太客が好きなピンクの布とか。ちょっと太客って？太客？太ってる客様？違うとか。一番このお金を使ってくれるんです。でも太客は私たちにとっても太客ですよ。洋服を買ってその。女の子にプレゼントするから、そういうのもあるんですか？そうあるんですよ、あります。そっか。ありがたいですもん。人气陪酒女郎华丽装扮背后的男人金村先生，从业近20年的他，除了接日本的订单，有时也会自己向客户提案设计。这个还有一点性感的感觉。そうです。これも一時ちょっと流行りましたの。ベージュの下着っぽい。あ、ね、そうです。肌感がやっぱり。じゃあ今村さんが流行り作ってるっていう感じじゃないですか。実は。それはあるかもしれない。ほら。だ実はさっき言ったのストレッチャーのスイードも、実は去年自分送ってるんですよ日本に。で見向きもされなくて、今年払ってるからもう一回送ってってなって。ああ、やっぱ目利きなんだ。早くちょっとやり早すぎたっていう。而他走在夜店女装流行前线的秘诀是。生地芝とか毎日回ってるんですけど、新しいのとかやっぱ大体反応いいんですよ。ギャップありますね。そういう自分の服はあんまりそういう派手なものじゃない。でも毎日。だからうわそうだ履かなきゃいけないから。まあ、行けばまあ住む人がいるのでもうぐちゃぐちゃして。毎日市場行く。毎日行ってますよ生地市場。面白いですね。市場は好きですよね。节目组决定去金村先生反复提到的布料市场一探究竟。日均花4小时泡在布料市场的金村先生，据说无论风雨，都是眼前这身行头。見て、この袋は一体何なんだと。あ、これはさっき。これは何なんだと。さっきもうサンプル用の生地を購入はしてた。歩き回ってます。こういう生地。ヤンピンを作る用の一部の長さだけじゃ持って帰って作るってことですよね。それはあの自分が大体持って帰ります。それ世界で一番大きい一番ですよね。広さ何センチ？ちょっと分かんないですけど自分はもうずーっと続いてます。パーツが多い。すごい歩くの早い。あ、すみません。分かりました。いつも通りにお願いします。いつもだったらもっと早い。もっと早い。もう全然迷わないですか？結構迷路みたいになってますけど。迷わないですね。もう毎日来てるんで。毎日か。でどこに何があるかっていうのは。え、あれもそうですか？
あ、この人です。6階だね。就像商场一样大的那个楼，也是布料制的。哇！こっちがのレースの。あ、こっちがレース。ちょっとレースの一番。レース。これ今村さんいなかったら絶対行けないな。ほら、7時になるともう完全に止まるんですよ。もう人多すぎて。あ、増えるんですね。うん、少ない方です。まだ。ここで終わりじゃないんですか？いやいや、もう全然まだまだあるんですか？1000分の1も多分あるんじゃないですか、ずーっとこっちももうこっちも、まあだからこういう人たちもバイクじゃないと目的のところまで遠いってことですよね、きっと。あ、そうです。金村先生带着节目组在布料市场徒步了足足半个小时，终于来到了目的地。Hello， 你好。Hello。また雰囲気が違う。まあカーデとか、はい、ドレスの一部分に使ったりとか。なるほど。ファッションマツーガシュハンジリーだ。こういう服って何に使われますか？こういうちょっとなんかなんていうんですか、目立つ柄？なんか胸のとこだけとか。あー、パーツ使いですか、はい、これでワンピース作るとちょっと安っぽく見えちゃう。あー、そうかそうか、確かにこれだったら張り感があるからスカートっていうか、ちょっと高そうに見える。あ、見える見える。ズラ変法でズラ変法で、そうか、ダーホージーエメブンティーだ。そんなに、へぇ、ズナマズナマズナマ、すんごいナチュラルに。ダメダメ、ダーホージーだともう大変ですよ。イーティアどうさん、福安どうさん、6块钱，哇，那么便宜！一码6块钱。今年生意不好，所以是20条。哦，生意不好20条。走，一共20条。哇，1000条。延续吗？延续吗？他会跟你讨价还价吗？对，这6块钱是不是？对啊。嗯，六块钱，10块钱。有啊，经常这样。だから6元だけど、4元はもう無理だって分かってるけど、ダメ元で4って言って、でも彼女たちもそれ知ってるから、でじゃあちょっとずつっていう。そのふっかけてくる値段とかってあんまないですか？ありますよ。 あるんだ。じゃあ例えばこれ6元って言ってるじゃないですか、で1メートル、イーティア100メートル、でも実際90メートル、あ、ちょっと短く。そうですね。それだったらもうどうにも、こっち測らないといけないんですか。で測ったら、いや本当は100メートル あるけど縮んじゃったかななんて言われると、ごまかされたりとかするってこと。そんなのしょっちゅう。在布料市场摸爬滚打了近20年的金村先生，栽过无数个跟头，每天游走于市场的各色店铺，才能获得最新价格和流行情报。例えばこれいくらぐらいですか？不知道，幅が服は多少？穿一米三。一米三以上？多分8元。多少？这个大概11块。啊，全然違う。我高いよこれ。我私もう向こうで買うよ。他说是8块钱。哪里？哪里？这种泡泡哪有7、8块钱的？そうや、そういうこういう感じですよ。啊。じゃあまあもう常に情報収集しないといけないわけですね。そう。他每次来穿的都是这套衣服吗？好像几乎都是，每次是拿着这个包，然后拿着这个。是是。好像我几乎都看到他。これ同じやつが何枚もある。哦。他说你们平时不是这个样子的。不是在那，没有没有嘞。啊啊！昨天不是昨天没有来，那么发生什么事吧？一到布料市场就变得神色飞扬的金村先生，他和市场有着什么样的故事呢？啊，注意注意注意！我，那音色蛮いいね。音がいい。うまい。市場以外に一番好きなのは食べ物。そうですね、食べることですね。これもそうだよね、五感に訴えかけてきますね。五感にそのまま。見た目も美味しそう。で匂いもなんかいい、食べて美味しいし、だからその人間の感情に全部バーってきますよね。おお。なるほど。ミシュランで働いてる人幸せですよね。ミシュラン。だって食べるのが仕事ですよね。ああ、評価ね。美味しいっていうところに行って。
食べて評価するんですよね。でお金もらえるんですよね。すごいいい仕事ですよね。いやいやでも仕事を変えるとかは考えたことないんですか。あ、それはないですね。なんで市場因为他喜欢市场，但是所有的行业都是有相关的市场嘛。那为什么选服装这个商品呢？这个没办法，就是刚刚来中国的时候，开始做服装，我什么都不做，只是服装。今ここにいるのは。市場がいっぱいある。確かに市場っていうならやっぱり公衆の方が多いですね。ここが一番の情報と量があるって分かっちゃってたらね。そうです。ただやっぱり旅行で上海とか黒龍江とか北京とか行っても市場探しちゃうんですよね。でもやっぱ公衆が一番活気があって、で日本に全くないんでそれもあるかもしれないですね。子供の時からそういう市場知らないわけで、育って大人になって中国に来て、うわなんだこれって、そのちょっと大げさに言うとジャングルの奥地に行くなんか探検みたいな感じじゃないですか。アドベンチャーだ。子供の時閉じ込められてるのかなと思う。そう、一体どうしたらいいの。どうで18人ってもうあれか、だから子供の時に、小学校の時にそ高いところ登るのが、まあ、男の子好きじゃないですか。で、じゃあ3回高いところ落ちて3回骨折ってるんですよ。で、その1ヶ月入院してる時に飛行機がベッドの上が見えたんですよ。飛んでる飛行機雲で、あーのに乗りたいなって思ってたんですよ。ずっと1ヶ月寝てて、その10年後ぐらいに本当にその飛行機乗って自分の実家の近くの上通るんですよ。で見えたんですよ。あそこに病院あるじゃんと思って。え、そんな目視できたんですか。見えたんですよ。その時に本当になんか震えましたね。あ、本当に乗ってるって。その時思ったのは海外志向の始まりかもしれない。今思えば。日本泡沫经济破灭后正值就业冰河期，刚毕业的金村先生很难找到正式的工作，只能四处打零工为生。在当时被外派到中国就能成为一家公司的正式员工，而报名者寥寥无几。为了维持生计，他没有多想就报名了。じゃあ中国、中華好きって言われて、中華大好きですってそれで来たんですよ。いや来た時感動しましたよ。だって感動しました。だって日本で、ね、ちょっと高い中華料理屋行くと大きい皿に麻婆豆腐がちょこっとあって高いんですよ。そうですよね。でこっちだといっぱい麻婆豆腐がドーンってあって安い、美味しい。まさかその時に、ね、中華好きって、マンゴー大好きですって言って、でここ来て二十何年いるとは全く思わなかった。来到中国后他究竟是如何成为一名夜店女装大佬的呢？且听下集分享。すごい。でした。私これとても好きです。これはね、咱们的编导帮我订的一个酒店的房间，不是我选的。大家看一下，这个是什么主题的？中国很多这种主题房。ちなみにですか、なんであやこさんがこんなに詳しいですか？因为中国的就是情趣店和卡巴酒的店提供的那服务内容完全的不一样。貫禄のある男性がこのキラキラしてる空間に。すいません、私あのドレス作ってます。ちょっと肌が見えるやつ。パリコレなんですよ元は。これを2つで重ねたやつ。ごめんなさい。でもこれおじいだおはやはお東京のお客さんはそう、みんななんだこれって大阪の人は買ってくる。不愧是我。